まあ何も言わなければ逃れられたかもしれないんですけどベラベラと1時間ぐらい,い証拠映像を残しちゃったわけですね。それがですね昭和60年のこの最高裁判例ですね福岡県の青少年保護条例、えー、育成条例違反に問われた件に照らし合わせたとき えーまあ、先ほどの言った疑問とかねちょっと難しい言葉、えー、要は結婚しますよっていう前提自体が、えー、信憑性が置けない人物であるというふうに思われる可能性ね、えー、でその15歳という、えー、未熟性につけ込んで、えー、そういう行為を行ったんじゃないかっていうこととあともう一つですね、えー、社会通念上という言葉が出てくるんですよこのね えー、だからけ健全な育成を阻害する恐れがあるものとして社会通念上避難を受けるべき性質ものを禁止することとしたものであるとしっていうことでしょだか,、あのー、<laughs> かだから平塚通念じゃないですよわかります平塚通念の子、えー、作りで言ったならばそれは無計画なわけですよ全然無計画だけど通常であれば、えー、私の動画で、えー 今まで作ってきたように計画的ななことが必要なわけでしょだから、それを認知していたかどうかというのに問われたとき、絶対にしてないという自信が私はあるわけですよ。<laughs> だから、社会通念上、非難を受けるべきものですっていうふうに認められたらアウトですっていうことです。はい以上です